やばい。ああ、最悪は現地さんと。インポさ引きたくねえんだよな、もう。こういう時めっちゃ引くんだよな。出力の調整ができんのんじゃ。めっちゃいる。絶対アヒルちゃんだわ。うん、そう、ゆめちさんにそう見えると思った。もう、もう、これ、この戦い嫌なんだって。違う、ね、アヒルさん大丈夫か？コンビ君が切ったのを見て、っていうか、なんかね、切ったのを見て、ちょっとね、色をもう一回確認しようと思って追いかけたんですよ。で、戻ってきてから、っていう感じなので、まあ、アヒルとグンビ君をローラーでもいいので、今回は。なんで道連れすんだよ、うん、いや、道連れじゃなくて、殺したとこ見たんですけど、血しぶきが上がって、停電中だったので、赤いのだけ見えて、で、誰がやったのかを確認するために、そのままエレクトリカル方面に追っかけて、うつ色を確認したので、うん、グンビ君とアヒル釣りで、もうアヒル先でもいいので、グンビ君釣ってほしいです。どこで死んでたんですか？ほんまあれストレージからエレクトリカルに向かうとこで、なんか今順番見とこうと思ったの、誰が通ったか。はいはいはい。で、見に戻ってんの見た。そうそうそう。で、順番に通ってって、最後に通ったのがアヒレちゃんで、ドジレさんの死体がパタってレポート出たんだよね。そう、だからアヒル先でもいいので、グンビ君を絶対釣ってください。待って、なんで？いや切ってるとこ見たもん、血しぶき見たから。で、うん、サンタ号が見たならしゃあないっすね。見てやるわ。そうだよね。俺じゃない。待って、俺助けてたのに。サンタ号が見えたけど、2人いるのでちょっとしっかり色を見てこようと思って追いかけたので、バッチリグンビ君です。まあグンビ君ちゃんからでいいんじゃないですか。危ねえ、コスプレが。コスプレグンビさんのコスプレしといて損するところだった。危ねえ。センターさん助けて、センターさん助けてください。いや、ごめんなさいわ。違う、どっちからですかこれ。どっちからでも私はいいですけど。グンビさんからでいいんじゃないですか。グンビさんからいいんじゃないですか。この女、この女絶対いますね。この女はいこさ、ごめんぐおえつが。キル通った。まさかのコスプレが功を奏した。これ多分これセンちゃんの色でそう思ったんだろうな。はい、じゃあ村の安全のために釣ってもらって大丈夫です。でもさ、これは本当にあれの、どっちかがやってるの？いや、グミ君がやったのを私は見たんですけど、私しか見てないので、はいはいはい、なんか不安かなっていうんで、私を釣ってしまえば、絶対に落ちるかなっていう。なるほど、なるほど。イエスさんは絶対やってないので、うん、好きを釣ってもらって。じゃあ、アヒルさんですか？そうですね、次。あ、わかりました。了解です。申し訳ないけど。はい、行ってもらいます。名誉のローラーで。はい。さよなら。はい。行ってきまーす。ゆめちゃん初日にバリッバリアヒルちゃん疑ってたよね、だって。でも目の前でパタって死んだんだよ、ドズミさん。その後出勤って。のところでコスプレのいいところが。さあ、どうしようかな。ゆっくり押すか。ステーデン黒紫、うん、
何ならそっかな、任せてみるか。ピンク、オレンジ、出るかな。全部閉めとこう。ピンク、ピンク、紫。死んでないな。あ、今消した。違うな。許せない。やばい。エース。ミスト。いやー、ケンツイさんえぐいてそれは。いや、ちょっと今溜まってました、キククグ。溜まってました、溜まってました。よかったよかった。いや、あのコミュニケーションでしたいミスさんで。え、誰？え、1キル目って誰ですか？あ、僕です。センターさんです。センターさん？センターさんの帽子が。やば。帽子とペットの色がうまい。違うんだよ。違うんだよ。なのにアヒルちゃん愉快犯ってことだよな。愉快犯だよ。愉快犯だよ。グンビさんのね、リアクションも結構ね、インポスターっぽかったんだよ。ボンさん、これマジでやってるの？僕らあれ？やば。え、マジか。すごい。すごい。まあでもね。ごめんなさい。ハンタボの水色見たなら仕方ないですよ。いやもうケンツ超ニヤニヤしてたもんな。これを来たなーと思って。見てたならしゃあない。めっちゃ申し訳ねえと思いながら、多分ニヤニヤが止まってなかった。ついてないのか。多分このペットの色が多分水色だから。なるほど。多いな。多分それで。サンタ帽子かぶると怪しまれる可能性がある。ペットも見たんですよ。あ、ペット見たって言えばよかった。これ友達に、友達に、あの、グミ君がセンターさんのペットだっていう、犬だっていう、もう、やっちゃった、やっちゃった、ちょっと。兄貴、やったりましょうよ。よしんです。まあまあまあ。そういうのがあるから面白いですからね。はい。戸惑いが深く。急に、ここ先来てから、なんでだろう。サンタボーのせいですいません。いやー、ないでしょう、リス。いや、最短試合だなぁ。4人ぐらいいたもんな、今。やばかったなぁ。やったなぁ。やっちゃったなぁ。最後、最後2人で弁当仲良く入ってました。はい。あの押し詰められてた。あのウィンドウ。ケンチメシさん、おのろしたいスルーするから、え、なんで気づかないんだろうと思ったら。いや、見てみぬふりして。2人のポスターだった。うわぁ、センターさんも1キルしてんのかと思って。そう。うわぁ。いや、次からちゃんとペット報告します。アヒルちゃん、こんなことは忘れないからね。いやー